クリス・デューホンは、アメリカ合衆国のルイジアナ州、マモー出身の元バスケットボール選手。身長185センチメートル。体重84キログラム。ポジションは、ポイントガード。デューク大学出身。名門デューク大学に4年間在籍した後、2004年の NBA ドラフトで2巡目38位指名を、シカゴブルーズから受けて、NBA 入りした。 一年目から多くの出場機会を得て82試合すべてに出場、うち73試合に先発出場を果たし、5.9得点、4.9アシストを記録。ブルズの9年ぶりのプレイオフ出場に貢献した。二年目は8.7得点、5.0アシストの記録を残し、成長の後を残す。三年目はチームの構想から次第に外れ。 出場時間が減少する苦しいシーズンとなった。2007から08シーズン終了後の2008年7月4日、FA になったデュホーンは2年1200万ドルで、ニューヨークニックスと契約した。ステフォン・マーブリーに代わる先発 PG として期待された。2010年7月、オーランド・マジックと契約を結んだ。2012年8月10日、 4チームが絡んだ大型トレードで、ロサンゼルスレイカーズに移籍した。1試合平均25分前後の出場時間で、控えのガードとしては、9大点のミスの少ないプレーを見せる。ただ、キャリア通算で、FG 成功率は4割を切っていて、シュートセレクションに課題を残している。ありがとうございます。